はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、物繁殖による設備トラブルについてお話ししたいと思います。冷却水のトラブルといえばですね、大体スケールか物繁殖、そしてあとは腐食ですね、設備が腐食する、腐食、大体この3つがですね、大きく分けて、設備トラブルにつながるものかと思います。で、今日はですね、その中でもその物繁殖についてなんですけど、藻っていうのはですね、そもそもどこからやってくるのかと言いますと、空気中に漂っている、菌とかから舞い込んで、そして冷却塔の中でどんどん繁殖をしていくと。で、金魚鉢、金魚をですね、飼っている方とか、熱帯魚なんかを飼われている方は分かると思うんですけど、窓際にですね、水槽なんか置いとくと、もう数日でですね、緑っぽくなって、だんだん藻みたいなものが繁殖していく。で、定期的に清掃してやるということがですね、必要になると思うんですけど、それと同じことがですね、冷却塔でも起きているということです。で、どんどん繁殖をして、最後はですね、私たちは物繁殖というよりもスライム障害という呼び方をしているんですけど、なんていうんですか、もうヘドロ状になってですね、もう塊で繁殖をしている。で、もうそうなってくるとですね、下手すればもう小さな配管だったらもう丸ごと詰まってしまうということもあります。で、そうすると冷却水が流れなくなり、そもそも冷やす対象物のところまで冷却水がですね、行き届かずに、設備の温度が上がってしまうと、こういうことにですね、つながってきます。で、結果ですね、その設備が温度以上で停止をするとかですね、温度が定まらないことによって製品に不具合が出るとかですね、そういったトラブルにつながっていくと。で、このスライム障害をそもそも起きてない時はですね、じゃあどうかというと、生産はですね、安定していると思うんですよね。で、設備トラブルが起こることによって、冷却水が流れないということが起こることによって、さまざまなトラブルが生じると。なので、そういった物繁殖とかをなくしてやることによって、通常通りの生産がですね、できるということで、非常にですね、これ実は生産効率で考えますと、ものすごく生産効率が改善したとおっしゃるですね、お客様は非常に多くてですね、というのが、ワンロットで、例えば抜き取りで検査をされているような製品だとですね、例えば設備トラブルが出たときに、ずらっとですね、不良品が出てしまうと。ね、良品、品物が良い、いいかもしれないけど、もうそのワンロットは全部ダメにする。で、こういったこともですね、考えればですね、水処理っていうのは非常に重要だということです。生産効率をですね、上げようと思われている場合はですね、やはり水を改善することによって、さまざまなトラブルが減少する。で、結果、生産効率が上がる。こういったところまでですね、視点として考えられると、この物繁殖というのは実は非常にですね、生産ロスを引き起こしている原因になります。ぜひ設備改善をですね、ご考えの方がいらっしゃったらですね、この物繁殖でどれだけ経営にですね、生産ロスが出ているか、そこをですね、ちょっと一度考えてみられるといいかなと思います。はい、本日はですね、物繁殖による設備トラブルについてですね、お話をさせていただきました。私どもはですね、こういった設備、冷却水のですね、水質改善なんかを得意としておりますんで、設備トラブルでお困りの方がいらっしゃったらですね、ぜひお声掛けください。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。